武田国太郎12月20日から2012年11月15日は日本の政治家、元参議院議員、日本新党副代表、1998年君三党局日中受賞を受賞、広島県福山市生まれ、福岡高等学校を経て東京帝国大学文学部卒業後、金棒に入社、同社の臨部に所属し、満州において、 農業事業に取り組んでいるとき、職業軍人、石原幹事と知り合う。これは、武田のいとこにあたる池本君男が、石原のブレインであったことも大きいという。終戦を迎え、石原は、生まれ故郷である山形県鶴岡に戻り、湯沢の鳥見山6二時給自足の農村共同体である西山農場を創設し、理想郷づくりを始める。 石原が目指した小さな満州建設には、武田や石原の一番弟子で、武田の良きパートナーであった、宗う安柱をはじめ全国から、東亜連盟の理想に共鳴する者が参加。開墾作業には、町久幸、大山マスタさらには、戦前、大逆罪に問われたアナーキストの撲列らも参加した。西山農場は、都市解体農耕一体観査生活を、 スローガンのもと完全自給自足生活を実践したが、痩せた土地で作物は思うように育たず、脱落者が相次いだ。1949年に石原が亡くなると、さらに多くの人が村を出た。それでも、武田は農場に残り、数少ない同士たちと開墾を続け、開拓農業共同組合長を務める。この間、 武田は石原が唱えたアジア主義の理想を広める分類上は右翼とされる共和党、新生アジア協議会といった政治団体にも関わった。これらの団体は日本の再軍備には慎重でアジア各国の主権を尊重し相互提携を目指すといった点で異色の存在であり戦争放棄を謳った憲法9条の遵守を誓った右翼などこの時代に共和党を置いて 他にはなかった。武田は、もともと農業の専門家であったため、政府から助言を求められ、1961年、池田勇人首相の諮問機関、新農政研究所に入り、1977年、所長となる、他に、赤木宗則農林大臣顧問、田中角栄内閣日本列島、改造問題懇談会議員、三木武夫内閣国民食料会議員等を移植される。 その後、武田平和研究所、武田新能生研究所を設立。1992年、細川森弘に説得され、日本新党の設立に参加し副代表となる。同年の第16回参議院議員通常選挙で、比例区順位4位で立候補し初当選。外務委員会委員、沖縄及び北方問題に関する特別委員会委員。 国会等の移転に関する特別委員会委員長を歴任した。晩年はほとんど湯座から出ることもなく、書物を紐解く以外は、石原を見取った最後の一人として、墓守に徹した。2012年11月15日、坂田市の病院で肺炎のため死去。99歳没。韓国、京昌北道に生まれる。1934年に日本に渡り、 京都帝大に進むも、滝川事件に連座した大学。その後、立命館大学に移って、空手を習う。腕っぷしの強さが、日本中に知られ、大山マスタツが手ほどきを受けた。また町井久幸も、僧ので子筋にあたり、僧は民団の創設にも関わる。ありがとうございます。